最近ムックはストリートピアノ弾いてなかった？それはガチャピンの仕事でしょ。ムックはね、生きていろんなことにチャレンジしてるガチャピンの横で、もうすごいですぞガチャピン殿って言ってる方がね、いいんですよ。ムックが生きるのは違うわ。俺昔からガチャピン嫌いなんですよ。あいつ何でも挑戦するでしょ。サーフィンやったりダイビングやったり登山やったりとか、たかだかあの緑虫が緑のバケモンがめちゃくちゃリア充なんですよね、あいつ。あの生きってる感じで、それでちょっとムックをバカにしてる部分があるんですよ。あの緑虫ひどい人スポーツ万能だし、あいつ恐竜じゃないの。いや、もうあんなもん青虫と変わらんでしょ。節操ないんですよね、やることに。ガチャピン嫉妬民まだムックの方が愛らしい。天気予報のグリーンバック透けて見せたりな。そうそうそう、あざといですよね、あれ。お天気のお姉さんは可愛かったけど。ガチャピンに親食われたんか。なんかあれでしょ、昔確かね、トリビアの泉っていう番組があって、ガチャピンが子供食っちゃうぞっていう歌があったっていうトリビアありませんでした？あいつ子供食うんですよ。ムックは食わない。ムックはそんなことしない。バケモンですよ、もともとそういうやつ。あいつ食う顔してるもんな。そう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 、もうあの口がね、食べちゃうぞーっていう、なんかそういう、マジかマジですよ。だってトリビアの泉で見ましたもん。歌も確かその時流れた。ムックの赤は返り血あら、なんか来そうだな。来た来た来た、なんか来そうだな。おガチャピンが子供を食べようとする歌がある。これはさ、ガチャピンが、これはさ、いや、そんなことしない。ガチャピンはガチャピンはそんなやつじゃないでしょそれでは見ていただきましょう。こちらが確認の VTR です。ガチャピンといえば、昭和48年から放送された平家ポンキッキの中で活躍し、今なお子供たちから愛され続けているキャラクターとして有名であるが、平家ポンキッキのプロデューサーであった野田さんはこう語る。はい、あのガチャピンがですね、子供を食べようとする歌があります。食べちゃうぞというタイトルで、1975年にそのまま来ましたね、放送しました。こちらがそのレコード、食べちゃうぞである。実際にお聞きください。あら、吉田拓郎って書いてある。すげえ、これはすごい飛んできたよ。確かに子供を食べようとしていた。ではガチャピンはどんな気持ちで歌っていたのか、ガチャピンに聞いてみた。記憶にありません。明日からも怖がらず、ガチャピンをよろしくお願いします。いたずらした子を食べるぞって言ってるわけでしょ、はい、最後の方にはじゃんけんで買ったら食べるぞ。もうね、すげろすげろ、食べちゃうぞ食べちゃうぞ食べちゃうぞ、あれが怖かったですね。ウィスパーから入ってきますから、いたずらする子はまあ食べちゃうぞ、塗りつけてですからね。で2番、お鍋で茹でて食べちゃうぞ。頭の方から投げ込んで、裸なグラグラグッツ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 スープの出来上がり、食材として子供のことを見てる。でこの食べちゃうぞという歌詞なんですけれども、昭和50年1975年に、作詞北村恒子さん、作曲吉田拓郎さん、吉田拓郎さんなんですね。歌は矢沢邦衛さんが担当いたしました。
作詞の北村恒子さんっていうのは一般の視聴者の方なんです。番組の中で視聴者のお母さんに、まあ、歌詞を募集しようじゃないかというコーナーがありまして、北村さんが応募して、でこれ内容が面白いんじゃないか、とにかくやってみようということで取り上げられた。お母さんの言うことを聞かないなら食べちゃうぞという、そういう内容の歌で放送された当初はお母さんの気持ちをよく代弁してくれた、嬉しいという好意的な意見もあったんですけれども、やはりやっぱり苦情の電話の方が多くて1週間で放送中止になりました。ガチャピンが子供を食べようとする歌がある86平。